おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、秋植え野菜、一番人気とも言えますね、白菜のプランター栽培についてお話ししたいと思います。まず今回使う白菜なんですけども、今流行りの、早生タイプ黄心系、白菜の中が黄色系になりますね。非常に甘みがあって、お鍋、漬物、炒め物、そういったものに、ご利用いただけると思います。生育適温なんですけれども、15度から20度、9月上旬から10月上旬が植え時になります。日当たりと風通しを好みます。それでは、実際にプランターに定植しながら、今回は、5つのコツ、そういったものをお話ししながら植えていきたいと思います。今回用意するものは、まず60センチ幅、二の四の60のプランターですね。そして底土として赤玉土、培養土は元肥入りの培養土になります。こちらがそのタイプですね。こちらになります。そして肥料としまして、環境性の肥料マグアンプを混ぜることにいたしました。あらかじめ底土を入れて、マグアンプを混ぜた培養土を入れさせていただきました。ウォータースペースですね、3センチぐらい取ってあります。それでは、コツについてお話ししたいと思います。まず一番大事なのが、苗選びですね。芯が詰まって、葉っぱがあまり虫がついてない、はみ跡がない苗ですね。そして成長点がこちらになります。成長点が虫に食べられてないようなものを選んでください。そしてあまり古い苗ですと根が老化してしまいますので、葉っぱ、本当は5、6枚がいいんですけども、このぐらいの苗を用意していただければいいと思います。そして2つ目ですね、一番大事なんですけども、防虫対策になります。成長点を虫に食べられますと、白菜それで終わってしまいます。収穫ができなくなってしまいます。そのためには支柱を立てて、防護ネットですね、防虫ネット、または、私はいつもやるんですけども、オルトラン硫というものを小さじスプーン1杯、2g ぐらい植えた後に根元に巻いて防虫対策とします。3つ目なんですけれども、水やりですね。植えた時に1回お水をあげますけれども、その後頻繁に水をやりをすると、多湿になってしまいます。白菜は多湿が続くと軟腐病といって腐ってしまう病気が出てきます。ですからプランターの場合ですと、表面が乾いてからお水をあげるようにしてください。そして4つ目のコツなんですけれども、結球のコツですね。白菜は大きくなって気温が13度から15度になると結球をしてきます。その結球に必要な枚数が葉っぱ20枚以上が必要になります。そして一番大切なことなんですけれども、12月中旬以降に収穫できなかった白菜は、古い葉ですね、大きくなっている葉で白菜をくるむことになります。その時期なんですけれども、必ず初霜が降りた後にやってください。なぜかというと、初霜が降りる前に葉っぱをくるんでしまいますと、中に害虫が入ってしまいますと、その中で繁殖してしまいます。ダニやナメクジ、アオムシ等が中に入ってしまいますと食べられなくなってしまいますので、必ず初霜が降りてから縛るようにしてください。そして5つ目のコツなんですけども、白菜は肥料食いと言われるように非常に肥料を好みます。ブロッコリーやキャベツのように2週間おきではなく、毎週少しずつでも液肥をあげたり、化成肥料根元に置いて中耕してもらうと成長は続くと思います。以上の5つのコツを実践しながら、白菜を育てていったらよろしいかと思います。それでは定植していきたいと思います。まず植え穴ですね、20センチ間隔で植えてもらうために、こちらのプランターでは2つ植えることにしました。植え穴なんですけれども、浅めでも大丈夫です。深植えしますと根が過湿になってしまいますので、浅植えにしてください。はい、そっとポットを開けます。こんな感じですね。先ほどお水をあげたのでちょっと濡れてますけども、
このような感じ。根の周りはちょうどいいかもしれませんね。植える前にお水をあげてください。そうしますと根の着火がいいようですね。そして水が引くのを待ちます。はい、これで植えていきます。もうちょっとかな、はい、周りの土を寄せていきます。はい、この後ですね、オルトラン硫というのがあります。殺虫剤ですね。それをこの根元ですね、こちらに2グラム巻いていきたいと思います。ちょっと今オルトランがちょっと見当たりませんでしたので、後で巻きたいと思います。そしてもう一度やってみたいと思います。はい、こちらですね。はい、このように根が回ってます。プランターの土の高さとこちらポットの高さが同じようになるように植えてください。はい、植える前にお水を散水します。はい、水を引くを待ちまして植えていきます。そして再びお水をかけます。はい、周りにかけた方がいいかもしれませんよね。周りにかけた方がいいかもしれません。よいしょ。はい、このように2つ植えることができました。今回は、白菜のプランター栽培について、実際に定植しながら、5つのコツについてお話ししました。1つ目、苗選びですね。虫の食べてない芯を確認しながら選ぶようにしてください。そして2つ目、防虫対策ですね。白菜は芯を食べられますと、それで成長が終わってしまいます。できれば最後まで成功させるように防虫対策ですね。ネットをかける、またはオルトランの殺虫剤をまく、そういったものをしていただくと防虫対策になると思います。そして3つ目ですね、水のやりすぎに注意。白菜は過湿を嫌いますので、あまり水を頻繁にあげなくても大丈夫かと思います。4つ目のコツですね、12月以降結球しなかった白菜は必ず初霜が降りてから外葉で縛るようにしてください。でないと中に虫が入ってしまいます。そして5つ目のコツ、白菜は非常に肥料を必要とし、毎週薄めた液などコンスタントにあげていただければ失敗はないかと思います。白菜はコツをつかめば非常に簡単に栽培できます。この動画をご覧になってまだ間に合いますので、ぜひ、白菜のプランター栽培に挑戦してみてください。今日は白菜のプランター栽培についてお話ししました。チャンネル登録高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。